あのです。えー、また速報です。速報とはいえ、今回はコロナではありません。でもすごい重要なことです。えー、首相が変わるかもしれません。はい、マレーシアの首相がですね、このアンワールさんという方に、え、アンワールさん、アンワールさん、はい、どちらでもいいかと思いますが、はい、え、アンワールさんに変わるかもしれませんというところですね。はい、あの、えっと、ちで、 この2時ですね、この今日ね、10月13日午後2時から、マレシア時間今2時45分、45分経ったところですけど、はい、さっき、えー、首相、この人がね、えっ、ー、と、王様のところに行ってね、えー、書類を、えー、正式な書類、私は会員で過半数以上の、えー、賛成を取ってますと、自分がね、首相になるための、はい、えー、サポート、指、えー、支持を得ていますというのを、キング、えー、王様にね、 提出ししてきましたというニュースなんですけど、はい、そのっ、えー、とプレスカンファレンスをするっていうので、はいえー、した後じゃあ,あ私王様にね首相になっていいですよって認められたのかなというところでみんなが期待してたというかそういう発表なのかなと予想はしてたんですけどまあ蓋を開けてみるとですね はい。えー、まだ決定ではないですよと。はい。まだちょっとどうなるかわからないというところですね、正直ね。はい。えっ、ー、と、ここのニュースの内容、まあ、そのままね。はい。あの、Google 翻訳の方にもまた、彫り込んでご案内します。うん。まだ速報段階なんでね。はい。 えー、今朝、えー、このヤンディ・ペチュアン・アゴン。アゴンというのは王様ですね。今の王様、マレーシアの国王に、徴、え、収、ー、を迎えた野党党首、えー、ダトゥ・ゥルルル・イブラヒム・アンワルさん。これですね。セリ・アンワルって書いてますけど、まあ、アンワルさんは、 はい。えー、今日の午後、はいですね。国会議員が、下院議員ですね、が彼を支持していることを証明するために、えー、合法的な文書を国王に提出したと述べたと。はい。うん。ここで、いや、提出して、もうそのまますぐにね、認められたっていう発表なのかなと、首相になれますってね、国王から認められたの発表なのかなと思ったんですが、まだ、この時点ではないと。 で彼は国王は数日間で文章を調べそう今日、提出したばっかりなんで、まあ、調べますとあと、ここからポイントなんですけど、えー、その後、党首に電話して意見を聞くこれはいろんな各党首ということですねはいえっ、ー、とリここですねコールパーティーリーダーズはいですね各党,いく,つかの各党あのいくつかの野党与党に連絡して意見を聞くというところですね。 まあ、えっ、ー、と、一応、ルール上は、はい、会員の過半数の支持を得れば、えー、首相になれるというルールなんですけどね。はい。なので、まあ、という、そういう根拠をもとに、えー、国王に書類を提出しに行ったと。はい。なんですが、今すぐには、えー、決定にならなかった。えー、それは、えー、今後数日間で、えー、発表される、決定されるでしょうというところですね。はい。で、 えっと、またね、国王が、国王じゃない、ごめんなさい、首相が変われば、えー、その時に詳しく説明しますが、えっ、ー、と、まあ全然知らない方のために軽く説明しますと、マレーシアの首相っていうのはこういう形で、えっ、ー、と、 来たんですけど、まあ、一番有名なのがねよくご存知、はい、ルックイスト政策を掲げてマレーシアをね大きく経済発展させたというねこのね,モハ、えー、これですねマハティールさんいわゆるマハティールさんが、えー、とこう何期これね第6次までやってでちょっと別の方に代わって。 で、えー、っと、最近話題になった、問題になった、はい、私はここですね、2012年から来たんですけど、はい、ナジブさん、あの、いろいろね、汚職疑惑で、はい、ほぼほぼちょっと黒なんじゃないかなというところでね、はい、引きずり下ろされた、その引きずり下ろしたのはまたね、マハティールさんだったんですけど、この時、就任時は95歳でしたね、はい、95歳で、えー、っと、この人の一番弟子なんですよ、はっきり言ってしまうと、えー、アンワルさんは、 はい、で一番弟子だったんですけども、えー、一番可愛がってたんですけどまあ、えー、とざっくり言うとこの、えー、マハティルさんは。 どちらかというと、えーまあ、あれ保護主義というかな保護主義的今でいうトランプさんみたいな感じかないやちょっとそれは言い過ぎちょっとでだいぶごごご語弊があるかな、まあ、ちょっと保護主義的な性,、えー、性質を持った、えー、政治家なんですね、はいまあ、完全に保護主義とは言い,言い切れないですけどでそれに対して、まあ、新自由主義というか、えー、国をもっと、えー、自由経済開きましょう、えー、いろんな国とちょっとここ,こ 増やしましまょううというね重、はいえー、競争させましょうと考えたアンワルさんがちょっと歯向かってきたのでではないんですけど、はい、それでちょっと叩き落としたというところですね。で、えー、とまあ記憶にあったらしいところだとこのマハティルさんはこの時に返り咲きためにアンワルさんのね協力が欲しかったので、えー、私が2年ぐらい続けたら、えー、アンワルさんに、えー、渡しますというね、えー、まあ内々の約束をして。 えー、このね首相に返り咲いたんですけどもちょっと、えー、混乱があった時に、えー、この政治的混乱があった時にまあちょっと、えー、根首をかか,かかれたってわけじゃないですけどこのねムヒリンさんというね、はい、このナジブの支持を得た首相にちょっと美味しいとこ持っていかれたと、はい、漁夫の理じゃないですけどね今この状態なんですね。で今この状態で現職のこのムヒリンさんから、えー、取り返そうと。はい うんえー、いうのがアンワルさんですね、はいまあ、有,有名なとこでいくと、まあ、ちょっとね汚職疑惑がかけられたり、うんまあ、この政治的なトラブルでっていう、まあ、実際やったのかどうか分からないですけどあとはまああのイスラム教の国ではちょっとね、えー、罪とされるちょっとゲイ、えー、同性愛疑惑をかけられていたりで、えー、ほんとまあざっくりタイトルつけると本当に悲劇の政治家首相候補と。 言われるようななものががア、えー、アン・ン・ワワルルささんなんんでですねはいそのアンワルさんが,、えーさんがえー、会見を開いてはい、えー、いよいよ私がそろそろもう73歳だったかなもうだいぶお年なんですけどはい、えー、は結構ねカリスマ性はあるんですよ人気はあるんですよはい、うん、その人が首相に私がなるべきだという話をしてここ数日で結果が出ますよといよいよ、えー、ね 頑張ってきたこのねアンワルさん、カリスマセンマーラオマンさんがいよいよ首相になるのかというところです。はい、以上またねえっ、ー、と実際アンワルさんこの先どうなるのかってまたあのユーチューブで報告しますんで、はい今日は速報でした。今マレーシアの政治はそのように動いてますというね連絡でした。はい以上です。これからも有益な情報をご案内していきたく考えてますので、えー、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは。